1、自己需要の重視。渡辺直美は自己需要の重要性を強調することで自身の体型や外見に対するコンプレックスを克服しました。彼女のパフォーマンスや公のイメージは多くの人々に影響を与え、独自のファッションスタイルを築くきっかけとなりました。彼女は特に若者たちに対して自分自身の体型を受け入れ、自信を持つことの重要性を広めています。彼女の存在は多くの人々にとって励みとなり、自己需要の大切さを気づかせるきっかけとなっています。2、多様な価値観の尊重。彼女は異なる文化や価値観を受け入れることの大切さを体現しており、その姿勢は国際的な活動を通じて形成されました。このルールは彼女のコンテンツに多文化的要素を取り入れることで見られ、広い視野で多様な人々とコミュニケーションを取る姿勢が見て取れます。さあ、笑いの力を信じる渡辺直美さんは、自身がコメディアンであるという立場から、笑いが人々を幸せにする力を持っているという信念を持っています。この価値観は彼女の笑いに対する